はい、ミスターマイアミさん、そして動画をご覧の皆様、速稼塾の子でございます。マスターマインド TV っていうのはね、最近ミスターマイアミさんがご覧になってくださってますけども、やっぱりね、考え方っていうのが違うと行動が違うと、当たり前のようですけども、やっぱり多くの方はですね、普通がこうだろうっていう形で普通の考え方をしちゃうんですよね。もちろん普通が悪いということではないですけども、普通の考え方をしている以上は、それは結果的には普通に向かっていくのかなと思うんですよ。やっぱり私たちは普通を否定してですね、異常値に向かっていかないといけないんですよね。やっぱり異常な結果を求めてるわけですから、例えばですね、月収100万円っていうのをよく言いますけども、これやっぱりね、月収20万30万の世界から見ると異常なんですよ。サラリーマンの世界から見ると、月収100万っていうのは、少なくともですね、部長クラスとかね、上場企業の課長とか、課長でもいかないかもしれないですね。やっぱり取締役とかになってくると思います。そうなると、多くの方が行くところではなくて、ただいるだけでは行くところではないんですよ。これがどういうことかっていうとね、会社員を凡事徹底していても、取締役や部長にはなっていかないってことを皆さんも体験していると思います。そうなんですよ。凡事徹底もですね、凡事徹底のままではいけないんですよ。凡事徹底をする、それに少しだけ進化を加えた凡事徹底が次にあると、それに少しだけ進化を加えた凡事徹底がここにあるって感じですね。例えば自分のパフォーマンスが1だとすると、1に 0.01 を加えていくんですよね。そうすると次の日っていうのは1.01 になるんですよ。そしてこの 1.01 に 0.01 を加えていくんですよね。この繰り返しによって到達するところが凡事徹底の異常値だと思うんですよね。ただですね、多くの方はですね、今日の力が1だとすると、たまにこうなるんですよ。 0.01 の力を抜いてしまうんですよ。 0.01 のミスをしてしまうんですよ。そうするとですね、1に 0.01 がかかりますから、今度は 9.99 になるんですよね。次の日はその9.99にマイナス1がかかっちゃうんで、また次の日減ってしまうってことになります。これがね、逆凡事徹底といいまして、長くいるだけで、どん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 、摩耗していって、疲労していって、くたびれていって、愚痴が出てくるって状態になってます。皆さんいかがですかね。勤務している時に長くいればいるほど、その会社に不満を持つようになってませんか。それは結構危ないですよね。どん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 乖離してるんですよ、どんどん普通がここにあるとしたら、我々が求めるのがこっちの普通なのに、こっちの普通に行ってしまうんですよね。異常か。こっちの異常値に行ってしまうんですよ。要するにね、10年間役職が変わらないとか、肩書きが変わらないとか、で、意欲もそがれていくってことになっちゃいます。毎日毎日やっていけば、基本的にはどんどんベテランになっていくんですけども、ただ、経験年数が増えるだけではなくて、経過年数が増えるだけになっちゃうんですよ。今日の動画のまとめですけども、人生ってのはですね、おそらくですけども、経過年数があって、経験年数があって、体得する年数があるんですよ。多くの方はですね、10年の経験だ、20年の経験だと自分の人生を振り返りますけども、そうではなくて、経験ではなくてね、ただ過ぎ去った時間があるだけなんですよ。つまり、経過年数なんですよ。この経過年数と経験年数を取り違えると、とてつもないね、自己肯定感が起きてきます。この自己肯定感はどちらかというと、害になる自己肯定感です。30年の経験がある、30年のベテランだと思ってしまう自己肯定感、とっても危険です。いやいや、自分は経験なんてとんでもないと、ただ無意に時間を過ごしてしまっただけだ、だから今日という日も無駄にはできないぞという形でね、自己否定論を生かしていただいて、どん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 ね、成長進化を遂げていっていただきたいと思います。もちろん自分の所得を高めてですね、自分の自由な時間をたくさん作ろうと思えば、成長と進化は必要ですけども、所得が上がることを望んでいないと、別に自由じゃなくてもいいということでしたら、そのまんま、なんとなくの凡事徹底でも構わないんじゃないかなと思いますけどもね、どちらを選ぶでしょうか。私はですね、やっぱり自由な時間と自由な経済力、これを持ちたいと思いますんで、もっともっとね、この考え方を進化させていきたいなと思ってございます。そういう内容が語られているのがマスターマインド TV でございます。今後もよろしくお願いします。それでは本日は以上です。